はい、どうも、つたんです。カシンコジピックアップ召喚やっていこうと思います。バレンタイン2024でございます。なぜカシンコジを弾こうと思うのかっていうと、結構カシンコジ好きだからですね。はい。まあ理由それだけです。本当に。はい。で、今現状、宝具1なんですけどね、宝具重ねていきたいと思ってます。宝具2目指して、まあ1人ね、弾けたらなという思いで、弾いております。はい。趣味垢の方でね、弾いてますんでね。石が、まあ、今、画面ね、上で、一瞬ですけど出てましたけどね、900いくら。結構ありますよね。まあ、基本課金はしないアカウントになってますんで、まあ、日々ね、頑張って石かき集めて、今ガチャ引いてますんで、まあ、早めに来てほしいっていうのが、まあ、誰しもが思うことですよね。はい。で、カシンコジがですね、まあ、実装されたのがですね、風雲入谷城っていうイベントの時だったんですよ。で、今回が、まあ、2度目のピックアップっていうことで、前回のピックアップから9ヶ月ぶりのピックアップになります。でですね、まあ、カシンコジ、工場のキャラクターなんですよ。なのでね、すり抜けで来る可能性っていうのももちろんあるんですけど、なかなかすり抜けでね、自分の狙った星子サーバントが来るっていうのはないじゃないですか。なのでまあこれを機にね、せっかくピックアップされてますんで手に入れようかなということで聞いてます。でまあ今回はですね、まあカシンコジまあ、引くにあたってですね、まあ、なんでカシンコジ引いてるのっていうのはさっきね、まあ、お答えしたんですけど、まあ、そのカシンコジのね、せっかくガチャ引いてるんで、まあ、カシンコジってどういうキャラクターなんだろうっていう、まあ、性能的な話になりますけど、まあ、結構ね、カシンコジ実装されて、まあ、1年も経ってないっていうこともあって、で、しかも、風雲入谷城っていうイベントがですね、ボックスイベント。だったんですよ。で、ボックスイベントの時って、ガチャをね、引いて、キャラクターを当てに行くっていうより、集会で石砕いてね、回りますみたいな人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、その時のね、ピックアップされてるキャラクターって、あまり印象に残ってないっていう人結構いるんじゃないかなと思うんですよ。そう。でね、またこれが必須級のね、キャラクターであれば、まあ、そのね、記憶にも残ると思うんですけど、正直な話ですね、カシンコジって性能的な面で言うと、必須のキャラクターでは、まあ、正直ない。ないんですよ。はい。っていうのもあってね、だいぶ多分印象薄いんじゃないかなと思うんで、まあ、これを機にね、カシンコジの、まあ、PR をね、私めが務めさせていただこうかなと勝手にね思っております。まあただね、その PR していこうかなみたいな話してるんですけど、この編集をねしてる段階でもうカシンコジピックアップ召喚が終わってるんですよ。まあ、先ほども申し上げたんですけどね、バレンタインピックアップ召喚って1日しかないんで、もう昨日の夜カシンコジピックアップ召喚引いて、で次の日に今これ編集してるんで、もう終わっちゃってる。まあ今回のね動画見ていただいて、ああカシンコジいいじゃんって思っていただいたらね、まあまたのそのカシンコジピックアップの機会の時にね、ぜひ弾いていただけたらと思いますんでね、まあしっかりね宣伝していきますよ。さあということでね、第一スキルからまあ見ていこうかなと思うんですけども、幻術かっこ外術 EXですね。味方全体に無敵状態を付与1回3ターン、自身の NP を増やすプラススターを獲得っていうことで、まあレベル依存になるんですけども、この NP を増やすっていうのがレベル10で NP30% チャージで、スター獲得っていうのがスキレベ10で20個です。でスキル2殺戮機構 B+、自身のクイックカード性能アップ3ターン、
攻撃力をアップ3ターン、クイック攻撃、通常攻撃時に自身の NP を増やす状態を付与3ターンです。でクイックカード性能と攻撃力アップのね、それぞれの倍率がですね、クイックがスキレベ10で 30%、攻撃力アップが 20% 上がります。でクイック通常攻撃時に自身に NP チャージを付与、これスキレベ10で 10% 貯まるという感じになってます。はい。でスキル3、マガン B、 敵単体に確率で高速状態を付与一旦、自身のスター集中度をアップ一旦、クリティカル威力をアップ一旦ですね。でこれが、スキレベ10でその高速状態っていうのが 100% の確率で入ると。でスター集中度が 500%、 クリティカル威力アップが 100% 上がるという内容になってます。まあ過信孤児ですね、この高速状態っていうのがポイントのキャラクターですね。まあ、結構珍しいと思いますよ。で宝具がですね、カラクリ下法獅子粉塵、内容が敵全体に中確率で高速状態を付与一旦、オーバーチャージで効果確率がアップ、はい。で強力な高速特攻攻撃、オーバーチャージで特攻威力が低確率で即死効果っていう形になってます。まあスタンというみたいなもんですね、高速って。はい。まあそういう認識でいていただいて大丈夫です。でその高速が入った敵に対して特攻の攻撃が入るっていう形になるんで、スキルで先ほどマガンがあったと思うんですけど、大きくダメージを与えたいキャラクターには第3スキルで拘束をして、その上で宝具打つっていうのが、まあ、大きいダメージにつながるっていうようなキャラクターですね。まああの宝具でまず拘束が入ってから特攻の攻撃が入るんで、ここがね中確率なんで運なんですよね。あ、そう今ね、動画流してますけども、そうこう言ってるうちにですね、と倍速じゃなくなったでしょ動画が。こういう時だけちゃんと普通の速度になりますんでそれ以外はもうキュル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 ってあの飛ばしていきますんで、大体2倍ぐらいの速度で流してます。はい。で話戻すんですけど、過信孤児ですね、クイックの宝具の、キャラクターになります。クイックの宝具のキャラクターっていうとね、まあやっぱり水着スカディだったりスカディ、を使用して、周回で使うんだったらまあ可能であれば3ターン周回したいかなって考える方がいらっしゃると思うんですけど、過信孤児で、3ターン宝具打って周回可能か不可能か、可能です。僕はそれで周回してます。ただですね、ダブルスカディ、ダブル水着スカディ、水着スカディプラススカディ、まあ、どっちでもいいんですけど、スカディが2人だとですね、水着スカディ含め、システムでの周回はかなり難しいです。というかできないと思っていただいていいです。なので実質トリプルスカディ使うっていう形になるんで、過信孤児で3ターン周回しようと思ったら敷居は高い、そして手がかかる。なのでまあ聞いてるとね、じゃあなんで引くんやって話になると思うんですけど、まああの宝具見たことありますか？
僕今ちょっと画面に流れてるかもしれないんですけど、編集で入れてね、あのドアップホーグなんですけど、そのドアップは目がドアップなんですよ。で目の中がクモの巣みたいな形になってて、めちゃくちゃかっこいいんですよね。でそこからの両の腕で切り裂くモーションなんですけど、それもいいっていう、まあ、完全に好みの話になってますけど、はい、もうキャラクターを引くのなんて、まあ、なんか性能の面で引くのもあるとは思うんですけど、好みで引くのが一番いいよ一番後悔がない本当に、うん、あと使ってて楽しい、うん、まあ、フェイトグランドオーダーってやっぱキャラゲーですから、キャラクターを使うか使わないか、使えるか使わないかっていうのが、まあ、だいぶモチベーションに関わってくると思うんですよね。だから僕は可能であればできる限りですね、カシンコジ使って周回だったりしていこうと思ってます。でね、ゆくゆくはレベル120にできればいいなと思ってるんですね。さあ、ということで動画が当倍になりましたんでね、見どころでございます。まあ、ということでね、カシンコジ行くことができました。よっよっ。まあ、ちょっとまだ数えてないんですけど、多分100連ぐらいかなと思うんで、まあ、よかったかなと思います。まあ、モルガン、いきなりモルガンの名前出すんですけど、僕、モルガンのためにですね、実は石貯めてたんですけど、今、宝具4で、宝具5を目指してる最中なんですね。で天井分まで石溜まってたんで、あ、これだったら1体引けるかなっていうことで結構安心してたんですけど、まあ過信孤児がねピックアップ来たっていうことでちょっと浮気しましたねこういうことしてるとね、いざモルガンがピックアップされた時にね、石がないっていう形になっちゃうと思うんで、まあ次は誘惑に負けないようにね、ちょっと自分の心を律してね頑張っていこうと思います。はい、ということでね、まあカシンコジの、まあ、ガチャ動画になるんですけど、いやまだガチャ回ってるじゃんっていう形なんですよね。もう締めの挨拶の方に、移らせていただきます。またね、バレンタイン続いてますけども、まあそれ以外もですね、まあこれから、オーディールコールだったりとか、いろんなね、もう2024年で起こるであろうイベントだったりとか、まああとはシルエットでね、キャラクターが出てますけど、まだまだね新しいキャラクター出てくる予定になってますので、そういったキャラクターのね内容だったりとかガチャだったりとか、しっかりね、やっていこうと思ってますんで、引き続きフェイトグランドオーダーおっさんのゲーム実況をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。